皆さんこんにちは。で今日は卓一の本試験の日なんですね。今ちょうどお昼なので抜けてきたんですけども、今日立教大学ですよね、会場が1箇所になってしまいまして、人数が減ったんでしょうかね、分かりませんが、ただ、卓一終わって、お家に帰って、多分予備校の、ダルを見てますよね。回答とかね、内緒翌日になるならば町の方から本当の回答が出るじゃないですか。で大体それによって今年は行けそうかどうかって決まっちゃいますよね。39点が一応基準点と言ってるけど、毎年毎年ボーダーとなっておりますので、39点未満だったら残念と多分なるんでしょうね。そこはね、通常そうなっておりますので、その時にね、自分もね、そんなに最初から担当できたわけではもちろんないわけですよ。僕の頃は50点満点でね、僕は3年までずっと担当式試験は受かりませんでした。言ってみたら苦手だったってことですかね。一応論文できたっていうことになるんだけど、ただこれ言ってもしょうがないんで、担当からない限りは論文式試験は試験できないじゃないですか。だから担当できない方の方がやっぱし受験生としては、一般的にはダメだってことになっちゃうんでしょうね。でどうしても担当県で頂戴しなかったらいけないわけですよ。だから今の試験は択一が結構難しいんです。ただね、39点という点でありますので、よく考えてもらいたいんですね。何ができなかったのかと。多分ね、相当勉強し、かつ相当講座を取って、相当答練を受けて、かつ相当過去問を回しているんじゃないでしょうかね。でもダメだったってことありますよね。僕もそうだったんですね。で50点満点で20数点だったと思うんですよ。3年間ずっとね。今でも受からないですよ。どう見てもね。で、それがある時ですね。4年目かな。ハマりましたね。明確分かるようになったんですよ。で、4年目は確か50点満点の40いくつか言っておりますので、8割以上ですね。当時ボーダーその辺だったんで受かりましたね。で、どう違うかというと、多分ここでしょうね。基礎事項で、これが多分徹底できたんだと思います。で、担当式試験は論文そうなんですけど、実際上聞いてるところっていうのも決まってるんですよ。これ約8割ですね。で、そこを問題が動いてしまうと多分忘れちゃうんですね。で、そうじゃなくって、パッとこういうことを聞いたんだって、理解するできてるかっていうところでしょうかね。この徹底があるならば多分解けるはずなんですよ。で、多分できない方はこれをね、おそらく徹底しなくって、この問題の何問何詞については丸と×という形で暗記しちゃってんじゃないのかな。できるとかって書いてあるとかね、ないしは、暗記してなくって決定になってる、そこを暗記してるだけなんですよね。できればなぜそうなってるのかなって一言考えてもらいたいんです。で、そうすると多分基礎事項については徹底できますんで、まず落ちることはないと思ってるんですね。8割はいきますよ。で、9割はさすがに今難しいんですね。54というのは結構難しいんですけど、8割、48点は多分取れると思ってるんですね。で、僕自分が今やってる講座ですね、入門コンプリートっていう中で担当二回ししています。なぜ二回しするかというと、理解で教えちゃうのは結構これ難しいんですよ。基礎事項って単なる暗記で、これは決定です、できるんですというだけで、ね、説明するんだったらすぐ終わると思うんですね。じゃあなんでそうなってるかっていうところです。で、これちゃんと理解するためには二回しないと難しいんですよ。で、これさえもしできてしまうならば、多分論文ってパッといきますよ。一月もあるならば、これ他の動画見てください。よく喋ってるはずなんで、一月あるならばなんとかなるというのが今の論文の実は実態だと思っています、僕はね。で、これについてやるのが入門コンプリート、もう4月から始まってしまっていますけど、ただビデオでこれ見れますからね。で、特に通信を意識して喋ってる内容でありますので、もし時間がある方ね、でもう一回やり直したいって方、比較検討してご覧になっていただきたいと思っています。で、この中にはそして論文コンプリートについておりまして、論文式試験はどう読むのかってやっています。今の試験は読み方がポイントになりますので、また担当さえやって論文論点さえつなげることができれば、多分論文もパッと受かりますよ。で、これをぜひ体現したいと思っております。だから担当がダメだったと、この場合についてもう一回よくね、自分の問題点、これを復習というかね、見直してもらいたいと思います。むやみに受ければいいってわけではありませんので、そこですね、一つ止まってよく考えていただきたいと思います。